there. Oh my god!死は人々の目した恋を喰らい、私らの絶望を嘲笑うだろう。どうも柚月ゆかりです。お元気でしたか？皆さんとお会いするのは9ヶ月ぶりですね。てか9ヶ月ってなんだよ。もう前の性格忘れたわ。みんな絶対こんなシリーズあったっけって思ってるよ。もういい、わかった。ゼロからやってやら。お前らこれは新シリーズだぞ。喜べ。まずはこの犬のクソみたいな罠を解除して、天才チェイサーゆかり爆誕と行こうじゃねえか。何やってるの？あ、すいません。ああ、もう、行ったかやいやい、このドジっこめ。ねえねえ、怒った？悔しかったら私のケツにキスしてみな。追いつけるもんならな。どうも、ゆずきゆかりです。今日も京都で DVD やっていきましょう。ゆかりさん、今日もサバイバーですか？そうですね。実は最近キラーをプレイするのが億劫になりつつ。誰だ、お前は！はじめまして。今日からゆかり先輩の相方を務めさせていただくことになりました。キズナあかりです。いや、誰だよ。あかねさんは？私の相方はあかねさんのはずでしたが、そのあかねさんなんですが、私をインストールした時になんか消えちゃいました。なんか葵さんも消えちゃってる。アメリカン姉妹まだ？それマジでやめろや。っていうか、これもう物理的にアメリカン姉妹ノーリカウントじゃないですか。私は構いませんけど、あの看板姉妹が失踪するとなるとこのチャンネルは終わりですよ。どなたか原因がわかる人がいれば動画のコメントかツイッターで教えてください。高顔立ちの不審ですね。っていうかなんだこのクロちゃん。今大事な話をしているんだから、ルイン探しなら一人で。あの後ずっとメグちゃんがチェイスしてくれたみたいですが、おそらくジャンプゲージはすでにモリモリでしょうね。このままでは他人が貯められたゲージでワンパン食らうという、最悪に悔しい展開になってしまう。あ、そういえば、マイケルに向かって大声を出しながら突進すると、マイケルは驚きのあまり凝視するのを忘れ、思わず素で殴ってしまうと聞きます。聞かねえよ、これならフェアなチェイスに持ち込むことができます。よし、やるぞ。あ、これやっぱりダメ。じゃあ次は1試合通してやります。ついに生で DVD 界の発狂ピエロことゆかりさんの実況が見れるんですか？そんなあざな初めて聞いたんですが、失踪していいですか？さようなら。引き止めてよ。今回は旧正月イベントなんですね。そうなんです。見てください、このチャーミングな兄ちゃんを。この露骨ではないエロさがたまりませんよね。皆さんはガニマや生足に目が行きがちかと思います。ですが私は断然背中ですね。これはもはやエロいというより、うわあ、くせえ。ゆかりさんがキモいからバチが当たったんですよ。いやいや、ちょっと待ってください。このクラウン血まみれじゃないですか？サンタスキンじゃないですか？こんな血のばくさいサンタいてたまるか。それにしても高速で見つかりましたね。第一村人 RTA でもやってるんですか？レッドランは私いたの生成状況とか把握する前にチェイスしたくないんですけど。開幕の推しで発電機いじってるせいですよ。うわ、もうひじき増えたんだけど。サバイバーが窓枠に生えたひじきをちぎって食べられるようになるパークまだですか？そんなパークあったら最高ですね。てかなんか糖水時間長いぞこれ。これは一発もらいますね。必殺お尻プリンプリン。やっはーん、ショッペー。いや、割と成功するんですの、これが。ただし最初の1回だけですが。あらやだ、この人板前で減速しないタイプの方です。一発もらうの早くないですか？クラウンは徒歩キラーの中で一番板の消費が激しいキラーなんですよ。ほうほう。なので今のはできるだけ温存していきたいという気持ちが前に出過ぎただけです。なるほどなるほど。ですから次からデッドハードを念頭に置きながら、なるべく窓枠使うことを意識しつつ板を蹴散らない立ち回りをしていきます。おお、ちょっと何言ってるかわからないです。なんて何言ってるかわからないんだよ。っていうか、ベタすぎる。エンティティ様のベタ
は好きですよきっと。だからなんだよ。あ、ルエンが壊れた音ですね。ゆかりさん、あともう少しですよ。ファイト。え、何が？何がもう少しなの？まだ答えなんですけど。ちゃんとプレイ画面も見てます？うんうん、見てる見てる。スマホゲーやってんじゃねえか。それをこっちに渡して私のプレイに集中しなさい。そらんじゃねえよ、パレット女。ごめんよ。どうやらひじきハイカウンターはリセットされてるみたいですね。語呂が悪すぎる。ということはもう一度窓枠を飛べるので、板を経由してから窓枠の方へ。行くわけねえだろ。楽しそうですね。いや、こんなハードチェイスしてたらイベントアイテム集められないじゃないですか。イベントアイテムとは？マップ上に点在する灯籠というオブジェクトです。それを集めていろいろすると結果的にイベント仕様のスキンがもらえるんですよ。ああ、なるほど、そういうことですね。完全に理解しました。ではミンちゃんのチャイナ服もイベント報酬ですね。あと頭だけでコンプリートじゃないですか。実はもう頭のスキンも持ってます。あえてつけてないだけです。え、なぜですか？この方が中華料理屋でバイトしてる女子大生感出てよくないですか？ははは、そうですね。これはナチミに引いてる時の反応。っていうか、なんでわざわざこんな端っこに逃げてきたんですか？ここの発電機もうついてるみたいなので、板をばっこり使っても怒られないと思ったからです。ほっすいサバイバーですね。なんとでも言え、私は絶対に生きて帰る。ピエロ相手にいたぐるで欲張ると漏れなくデッドエンドなので、ここは早めに倒したいですが。ゆかりさん、もう一周行っちゃう。やばいって。頑張れ頑張れ、できるできる。もっと腕振って足上げろミンちゃん。板の向こうにある勝利を見据えて走れ走れ。おっしゃー、ギリギリをいつも生きてやがる。我まさに視線にあり。まずい、これ板壊しついてる。やべえやべえやべえ。あ、さっき言ってた灯籠がありましたよ。取らないんですか？頭パーティースターターかこいつ。状況起きて物言ってくださいよ。取れるわけないでしょ。あー、やめてー。このマップ屈指の強い板を花紙のように使いましたね。だってだって仕方ないじゃないですか。あの状況じゃ、いや、デッドハート使ってもう一周回るべきだった。いや、でも足遅いし。わからないよ、もうわからないよ。毒ガス吸いすぎて足の速さだけじゃなくて思考回路まで鈍くなってますね。うるせえ、知らねえ。私は今を生きるのに精一杯なんだ。もう過ぎ去った過去なんかにかまってる時間も余裕もないんだよ。あ、はい。マップ端の小屋まで追い詰められましたね。ここの小屋でどれだけ時間稼ら、これやばい。何も見えねえ。小屋がミストサウナ溶かしてますね。ミストサウナは好きですけど、こんなのは勘弁願いたい。ゆかりさん、ジメジメして湿気が多そうなとこ好きそうですもんね。人をキノコみたいに言うな。やだな。ゆかりさんをカビとかナメクジみたいだななんて思ってるわけないじゃないですか。キノコどころじゃなかった。危なかったけどギリギリ3周行けましたね。よし、なんとかひじきハイカウンターもマックスになりました。だからひじきハイカウンターってなんだよ。この場面で板を温存する理由は皆無ですよね。おらー、あー、小屋板使うの気持ちいい。最高かな。それで次はどうするんですか？次はですね、次は、わからない。どうすればいいんだこれ。晩酌つきましたね。もう周りの板も私の集中力もないんですけど。ほら見て、コントローラー握る手汗がやばいよ。うわ、切ったね。もうダメだ、完全に晩酌つきました。でも4時間しか寝てない割には頑張った方ですよね。急に生きんな。みんな、ごめん。生きて帰るっていうみんなと交わした約束、守れそうにないや。ごめん、ごめん。お前今絶対他のゲームにハマってるだろ。ああ、なんだお前。笑ってやがる。私を見て笑ってやがる。こいつには負けたくねえ。負けられねえ。今まで培ってきた経験と自信がある。そして何より私を信じて発電機に燃やす味方がいる。そしてそのみんなに思いが積み上げ、私こそに一歩踏み出すための力となる。行くぞみんな。うるせえ。おいおい、マジですか。見た、見ました、これが正真正銘ダイヤモンドチェイスじゃん。あれ、ちょっと待って、これ状況何も変わってなくない？なんかクラウンさん足速くない？それ絶対速いよね。ゆかりは足から逃れられない。あー、痛がないよ、ママー。知ってた、知ってたんだ。アドレナリンが発動したところで根本的な解決にはならないことくらい、こんなゴミパーククソの役にも立たないことくらい、私、知ってたんだ。じゃあ外せよ。それは無理。なんだこいつ。それにしてもこれは解放があってもどの道無理でしたね。味方がうまいことフュージョしてくれるのを祈りましょう。ノラサバイバーの友情はコンドームよりも薄いんです。淡い期待を持つのは辛いだけです。じゃあ早く自害しろよ。嫌だ。ここまで頑張ったのにそんなのあんまりだ。近くにスタンバってくれてますし、どうやら今回の味方は救助してくれる意思はあるみたいです。あとはクラウンが離れてくれさえすれば、直接頼んでみたらどうです？なるほど。すいません。味方が救助に来れないので少し離れてもらってもいいですか？ダメみたいです。ダメみたいですね。っていうか、このまま死んだら絵面的に大丈夫ですかね。動画にできるでしょうか。大丈夫ですよ。ナヤ先生が描いてくださった立ち絵が可愛いから大丈夫ですよ。確かにそうですね。野田誠先生が送る東方プロジェクトのコミマ探偵を中心としたポップで可愛い日常系ギャグ漫画の総集編、東方型ナビミックス、好評発売中です。メロンブックスのオンラインストアからお求めいただけます。詳しくは動画概要欄にあります野田先生のピクシブと各種リンクからどうぞ。よし、とても自然な流れで宣伝できました。ああ、嫌だ、お迎えが来た。助けて。怖
今回の目標は達成しましたし、もういいじゃないですか。私今回宣伝しに来ただけ。ちょっと待って、今回だけ助けてください。往生際が悪いぞ。ゆずきゆかり、頑張った人がバカを見る、それがデッドバイデイライト、社会の縮図なんだ。我々は受け入れるしかないんだよ。嫌だ、助けちゅう。父ちゃんが助けに来てくれたんですよ。ヒロちゃん、そそんな見ず知らずの私の命を落としてまで私生きるよ。ヒロちゃんの分まで責任持って生きて帰るよ。ですかよ、そこは恩返ししに行けよ。か、確かに。まずは冷静に回復も入れて救助の体制を整えましょう。よし、回復してもらいました。一方クロちゃんはフックからは救助されたみたいですが、まだ追われてるみたいですね。待ってて、絶対助けるから。私の命に代えても君を助けるから。あ、なんか大丈夫だったっぽい。しまらねえな。おい、どうやら全員無事のようです。それでは私も脱出しましょう。ゴール GG。 お前少しはキラーの気持ちも考えろ。気持ちよく追われそうなのに熱を刺すようなこと言うなよ。それにしても疲れました。9ヶ月ぶりに普通に実況しましたからね。今年は去年よりもハイテンポに動画上げていきます。本当？マジマジ、トラストミー。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。